いいなあ、この感じ。フィルムの感じがいいね。よし、みんなにお伝えしなきゃいけないことがあります。マシュマロじゃないもん、マッシュマロだもん。はい、どうも、マッシュマロです。さあ、ですね、今回「集まれ動物の森」の大型アップデートが配信されることが決定しました。集まれ動物の森が発売されてから約1ヶ月が経ちましたね。こんなにも楽しいゲームだったんで、あっという間に私1ヶ月経ってしまったんですけど、今後はどうなるんだろうってちょっと考えてたんですよね、最近ちょうど。なんか、いろいろやり尽くしちゃって、結構飽きてきたなって思う人も出てきたんじゃないかなって思ってて、今後のアップデートがないと、このゲームどうなるのかなぐらいに思ってたんですけど、やっぱありましたね。今回のアップデートはかなりの大型アップデートになって、まあ予想通りなこともあったんですけど、今作新たにね、実装された新イベントもたくさんあって、ちょっと興奮しちゃいましたね。で、無料アップデートになるんですが、今回4月の23日、明日ですね、明日に配信が決定されました。で、すでに知っている人もいると思うんですが、今回もね、知らない人には知っておいてもらいたいなという気持ちから今回の動画をちょっと夜中にね、撮影しております。本日のお題目です。まず1つ目、新しい訪問者が登場。訪問者はレイジ、常吉、リサ、改造、そしてあの見知らぬ猫。そして各前作からの予想付きでこちらね、ご紹介していきたいと思います。そして2つ目、訪問者たちのそれぞれのイベントというか、何を行ってくれるのかという情報になりまして、まず0時の園芸店、そして稲荷マーケット、やっぱり登場。そして季節のイベントも新登場ということで、季節のイベントはですね、4つ、アースデーとメーデー、国際ミュージアムデーとジューンブライド。ちょっとジューンブライドって気になるでしょ。これね、びっくりするよね。で、マイル交換に新しいノベルティが追加されるという情報、プラス7日間無料で体験できるよっていうお得情報、そしてアップデートにおける注意点になっております。なお、このアップデート自体は無料になります。完全に無料です。では順番にお話ししていきますね。今ね、また面白いことをどんどん発信していこうと思いついたことがたくさんあるんで、この動画をね、見てくださった方で、まだチャンネル登録がお済みでない方がいたらね、チャンネル登録してくださると嬉しいです。高評価も励みになります。ではいきます。まずこのアップデートは4月の23日、先ほども言ったように4月の23日に追加されるわけなんですけど、時間は現実時間の午前10時となっています。日本時間でね。で、更新データはバージョン 1.2.0 となります。これをダウンロードすることによって、今から紹介していくアップデート内容が自分のあつ森データに追加されるというわけです。今回新しい訪問者の登場が決定したんですよ。で、あつ森が発売されてから前作のとび森にいたキャラクターが解雇されていたりとか、ちょっと少し寂しさもあったんですけど、いろんなキャラクターがね、23日に帰ってくるようなんですよね。で、まずレイジ。レイジといえば園芸店だよね。まあ、前作やってた人は分かってると思うんですけど、前作までは木の苗を買うことができたんですけど、今回はね、木の苗はすでに豆粒商店で手に入るじゃないですか。だから、じゃあレイジは今回何を売ってくれるのかってことなんですけど、今回はですね、ツツジやアジサイの低木の苗を売ってくれるんですよ。前作までは低木の苗っていうのは、常夏島にあるお土産店のゲコおばさんというキャラクターから買うしかなかったんですけど、今回はゲコおばさんは解雇されていて、レイジが採用されたんですよね。まあ、マイル旅行という形をとっている今作だと、常夏島は存在しないから、ゲコおばさんはいなくなってしまったっていうのは、まあ悲しくも仕方ないのかなと思いました。で、低木の種類は前作までは8種類ありました。まあ、色を含めるとまだあるんですけど、今回公式で発表されたのはツツジとアジサイ。なので、前作のままだとするならば、ハイビスカスの苗が2色と、
ヒイラギの苗、キンモクセイの苗、そしてツツジの苗が2色にアジサイの苗が2色となると思います。もしかしたら母の日や父の日にカーネーションがもらえるというのが今回はなさそうなんで、新しい苗木が追加という可能性もあるかもしれないですね。そしてですね、この低木の使い道なんですけど、かなり幅広いです。私も飛び盛りやハッピーホームデザイナーで、これでもかってぐらいにね、多用してました。お家の周りなどに植えると、なんか一味違った見た目になるんですよね。これは嬉しいし、すごい楽しみ。そして常吉、また騙しに来たかっていう感じなんですけど、常吉というのは狐のキャラクターで、割と良心的な狸とは真逆で、偽物の美術品をつかませようとしてくる、どっちかというと悪キャラなんですけど、私はどこか憎めなくて、まあ嫌いではないし好きな方なんですよね。で、今回来ると聞いてちょっとニヤッとしましたけどね。で、今回は常吉商店としてではなくて、船でやってくるようで、船の中での買い物になるみたいです。訪れるって形ですね。船の中では家具や絵画、彫刻などの美術品が売られています。家具は島で売られているものよりちょっと割高になるんですけど、島で手に入る家具の色違いが手に入るということです。美術品は確か前作までは常吉の1回の来訪につき、本物は1つだけで、残りの3つは偽物で、4品をまとめて購入はできなくて、偽物と本物を見極めなくてはならなかったんですよね。まあ間違い探しといった感じで、よく見れば結構わかるものだったんですけど、今作からかなりグラフィックも上がったんで、もっとね、見極めやすくなってるんではないでしょうか。そして今回風水があると公式でも発表されていましたが、前作では美術品はね、カテゴリー評価とみなされていて、本物の美術品を部屋の中に飾るとボーナス点が入ってたんですよ。だからね、今回もあるかもしれませんね、これは。そして美術品といえば博物館ですよね。本物の美術品を博物館に寄贈すれば、新たに美術品展示スペースが作られるそうなんですよね、今回も。私は化石ルームはコンプしたんですけど、魚と虫はね、まだなので、頑張ってね、美術品も集めていかなくてはと。これはね、またお金かかるよね、美術品高いからね。結構ね、金策していかなきゃいけないかなって思いましたね。で、金策については株の動画上げてあるんで、結構みんな参考になってるよっていうお声をいただいてるんで、よかったらね、皆さんも参考にしてみてください。そして季節のイベントが新登場ということで、一つずつご紹介いたします。まず4月の23日から5月4日までアースデーがやってきて、5月の1日から5月の7日まで、ここちょっと被るんだけどね、アースデーと被るんですけど、5月の1日から5月7日までメーデーがやってきます。そして5月18日から5月31日までが国際ミュージアムデーで、6月1日から6月30日までがジューンブライドです。これを一つずつちょっとね、内容をご紹介していきます。まずアースデー、アースデーというのは自然環境のことを考える日のことを言うんですけど、この期間中、タヌキマイレージプラス、あの上の方に出るやつね、あれがキャンペーン仕様になるそうです。植物に関する活動をすることでマイルが貯まりやすくなっていくので、まあ、最近さ、マイル旅行券使って離島で住民厳選とか結構流行ってるけど、マイルね、欲しいですよね、みんな。だからマイルが貯まりやすくなっているんでね、マイルを貯めたい方は積極的にやった方がいいのかなって思いますね。で、前作では地球儀がもらえたような気がするんだけど、今作ももらえるのかな、これ。はい、そしてメーデー。メーデーは働く人の日、まあ勤労感謝の日みたいなものですよね。今回は自分が感謝される日です。だからタヌキチーから感謝の気持ちのメーデー旅行券というものが送られるんで、あつ森発売されてからね、働きっぱなしだからみんな島改築するのに、これはね、しみるよね。このチケットで行ける島は、普段マイル旅行券で行ける島とはちょっと違った不思議な島なんですって。で、このね、島ではあの見知らぬ誰かも訪れているんだとか。これはもう行きまくる私。そして国際ミュージアムデー、これ博物館の記念日である国際ミュージアムデーにちなんで、島の博物館ではスタンプラリーが開催されます。
虫、魚、化石の各展示を見ながらスタンプを集めて記念の景品をゲットです。期間でいうと5月18日から31日までと割と長めなんで、意外と難しいのかもしれないなってコンプ勢でもある私はね期待しています。そしてジューンブライド、6月といえばジューンブライド、そうかな、梅雨入りだよねって私は思ったんだけど、まあ冗談はさておきね、6月に結婚すると幸せになるという言い伝えがね実際にあるんですけど、今回はそれにちなんだイベントのようです。まあ、これ新要素だよねかなりね。でリサとカイゾーってみんな知ってると思うんですけど、リサとカイゾー夫婦も6月に結婚したっていうね。で結婚記念の写真を撮るために今回パニエの撮影スタジオに訪れると。でスタジオのセット作りや写真撮影を手伝って2人の思い出作りに協力してあげるイベントとなっていますと。正直誰得って私一回思ったんですけど、まあ、みんなも思うかもしれませんが、もちろんね協力のお礼にはウェディングがテーマのアイテムがもらえるそうです。よかったね。そしてこれはあくまでも噂なんですが、今後のこのアップデート以降のアップデートではさらに前作にまであったカフェとか、あとたぬき商店3段階目が追加されるんじゃないかとか、野菜を育てられるようになるだとか、あとマリンスーツの実装、マリンスーツってことは海に潜れるんじゃないかとか、ちょっとね噂されているんですよ。なんかデータがあるとかないとかで、まあ一応これちょっとリークみたいな情報になっちゃうんで、詳しくはねあんまり動画では言いたくないんですが、気になる方はね調べてみてください。そしてマイル交換に新しいノベルティが追加されるんですよ。今まではタヌキチ開発関連のものばかりで、今回のアップデートではあのしずえさんと豆粒たちのアロハシャツが追加されるんだそうです。そして今回のアップデートを遊んでほしい任天堂からプレゼントです。集まれ動物の森はですね、インターネット通信でお出かけをしたりすることができるんですけど、任天堂スイッチオンラインに加入していないとできないんですよ。ただネットがつながってるだけではできなくて、で今回4月の22日、今日ですね、今日より5月の6日までの期間限定で7日間、1週間ね、任天堂スイッチオンライン7日間無料体験チケットが、通常100プラチナポイントのところを0ポイントで交換することができる特別企画を実施してくれています。任天堂太っ腹、あつ森をこれから始める方にはね、お得かもしれないなと。他のゲームもできるしね、これあるとね。最後に今回のアップデートにおいての注意点をお話します。まず、あつ森のアップデートは現実時間とゲーム時間が同一でないと実装されないので、少なくともね、4月22日の今日中に時間操作をされている方、私もそうなんだけど、時間操作をされている方は一度インターネット時間で合わせるを選択して、時間を戻す必要があります。だから結構戻さなきゃいけない人もいると思うんですけど、この辺の作業をね忘れずに今日中に済ませておいてくださいね。そしたら明日の朝10時に勝手にねアップデートが実装されるという形になっています。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。前作からのファンにとっても嬉しいアップデートだと思うし、今作からの道盛りファンもより一層ね楽しんで遊べる内容になってるんじゃないかなと思いました。参考になったよ、楽しかったよって方はチャンネル登録、グッドボタンにご協力お願いいたします。あつ森の生配信はねミルダムでやっております。 SNS 等のリンクとともに概要欄に記載してあるんでね、よかったら遊びに来てください。はい、では今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。皆さんあつ森ライフ楽しみましょう。またね、バイバーイ。ざわめく心の声。